聖子ちゃん、カット聖子ちゃんカットは、日本の女性歌手、松田聖子が、デビュー当時の1980年から1981年末までの、約2年間にしていた髪型の通称。日本の若い女性の間でこれを模倣した髪型が、流行した。前髪で眉を隠すのが、印象的で、肩上5センチから、肩下3センチくらいまでの長さのレイヤーカットの、毛先を、 サイドは外向きにブローし、バックは内側に緩くカールさせたスタイルである。松田聖子がデビューする以前の1970年代末頃、女学生らが当時の最新鋭ファッションとしてダンカットやサーファーカットと呼ばれる髪型を取り入れ始めており、イギリス皇太子第2妃であるカミラ・パーカー・ボールズもこのスタイルにしている。これらは当時、 世界のセックスシンボルとして人気であったファラフォーセットがしていた髪型が源流にあるとも言われる。1970年代後半、歌手の伊藤咲子などもこれに近い髪型だった。松田にとっての起源については諸説あるが、1970年代中頃のオリビア・ニュートン・ジョンの髪型を模倣したのではという声が一般的である。デビュー時やそれ以降も、 オリビアのアイドル性を参考にしたと思われる節は多岐に見られ、83年には自身のアルバム、ユートピアにおいて、オリビアのアルバム、水の中の妖精のジャケットをマージュしたりと、少なからず影響を感じさせる。この髪型はデビュー前からすでにやっていたそうで、松田出演のドラマ、お大事にや、ファーストシングル、裸足の季節のジャケットなどで見られるスタイルがそれである。 その後、セカンドシングル、青い珊瑚礁あたりから、いわゆる、成コカットと呼ばれるスタイルが確立され、松田のトレードマークとなった。事務所側も用紙に関しては、ある程度本人に任せていたようで、当時のスタイリングも、専属のヘアメイクがいたわけではなく、事務所近くの美容室、ヘアディメンション四谷店でカットを行っており、美容師の白石と相談しながらこのスタイルを、 作り上げたという。つまり、事務所が仕向けた格好というよりはあくまで松田の自主的なイメージが先行したものと言える。世間や芸能界の流行の真っただ中にあった聖子ちゃんカットだが、1981年末、本人の思いつきで突如決別。翌年1月発売のシングル、赤いスイートピーのミディアムテンポのイメージに合わせて、 バッサリとショートヘアに切って、ファンや世間を驚かせる。松田によると、シングル、風立ちぬの頃から、かなりのボリュームがあった、自身の髪をずっと切りたかったそうで、イメージを重んじる、事務所に止められていたが、最終的には独断で切ってしまったという。松田のその後の髪型としては、82年が、そのショートヘア、83年には、 当時まだ広まっていなかったストレートパーマをかけた髪型にしたり日本では馴染みがなく80年代後半に大流行することになるソバージュヘアにしたりと常に流行を先取りしたスタイルに挑戦していたまた82年頃にはヘアメイクに島田千秋を迎え以降のライブ等では衣装のかつらを使用することも多くなった2021年 デビュー記念日である4月1日より配信された楽曲、青い珊瑚ゴブルーラグーンのミュージックビデオにて、約40年ぶりにこの髪型を披露し話題となった。1980年に松田がデビューすると、その人気を発端に、一般女子や中高生の間で大流行し、聖子カット、聖子ちゃんカットという通称が定着する。82年にデビューした。 小泉京子、松本伊代、堀池恵美、早見ゆうら、花の82年組と呼ばれる人気アイドルたちも、みなこぞって、この聖子ちゃんカットでデビューするなど、アイドルの定番の髪型として定着していった。その一人、中森明菜も、聖子ちゃんカットが少し伸びた、レイヤーカットでデビューし、そのまま伸ばして、ポニーテールスタイルなどになっていった。また、同年には、 聖子ちゃん図という松田聖子のそっくりさん3人によるユニットまで登場しており、メンバーそれぞれがバージョン違いの聖子ちゃんカットをしていた。松田本人が81年末に髪をバッサリと切ってショートヘアに変えると後を追うように、堀池恵美が82年末に、小泉京子も83年2月にショートヘアへとイメージチェンジを図り、 今度は続々とアイドル界にショートヘアが流行っていった。84年頃になると、中森明菜のポニーテール、小泉京子の大胆な刈り上げスタイル、斉藤由紀などのデビューによって、彼女たちを模倣した髪型が流行し出す一方、84年デビューの、菊池桃子や松田の後輩である、岡田由紀子、十五年デビューの中山美穂、朝香結衣、森口広子、 86年デビューの西村ともみなど、聖子ちゃんカットのスタイルでデビューするアイドルたちも根強くいた。80年代後期には、アイドル界の混迷と共に徐々に廃れ始めたが、ピアニストの中道行くよなどは1990年代になってもこのスタイルをしばらく保ち続けた。2006年に、ツンクのプロデュースにより、歌手デビューした時東アミ派 当時聖子ちゃんカットをさせられていたが、通っていた学校で冷やかされ、恥ずかしい思いをしたと後年告白している。2013年の連続テレビ小説、甘ちゃんでは、甘野春子の若年期を演じた、有村霞が、当時の様子を表す一面として、聖子ちゃんカットで登場している。2016年には、二階堂ふみが、ゴ7出演時に、さらにキャリーパミュパミュが、 自身のインスタグラム上でこの髪型を披露している。ABC 別冊宝島261180年代アイドルコレクション P93 聖子ちゃんカット生んだ美容室が破産東京商工リサーチ産 k 新聞2017年4月19日松田聖子の80年代伝説ボリューム3銀座2020年8月22日 AB 第4章阻まれた独創 1982年、中川2014、ピアニッシも16、161202、松田聖子の80年代伝説ボリューム7銀座2020年12月21日、松田聖子が40年ぶりに、聖子ちゃんカット披露。音楽ナタリー2021年4月1日、エンタが、ビタミン、字東アミ、歌手再デビューするも、トーキングブンブンという名前は、嫌だった。 テクインサイト、http-japan、テクインサイト .jp、2013-08、時と網ぶんぶんアウトデラックス2013829、2013 html2018 年10月27日、閲覧。ありがとうございます。